青森県弘前市国吉の国吉七踊りのご紹介です。当七踊りは弘前市指定文化財無形民俗文化財の一組が昭和60年に指定されております。うち何年か途切れたこともありましたが、現在は復活し活動を続けております。2019年12月22日日曜日、国吉七踊り保存会の舞納めです。各校訪問し、この1年間の活動を感謝しお祓いするものです。津軽の七踊りの正統は弘前市の松森町で、藩の公認でその保護を受け、1682年天正2年弘前八幡宮の開催に奉納して以来の伝統を持つと言われる。国吉七踊りもその流れを継ぐものである。国吉地区の七踊りは6月頃に舞始めを行い、12月に舞納めで1年を終わります。舞始めから舞納めまで慌ただしく月日が過ぎ、来年の6月まで獅子は眠りにつきます。